対象大きのム虫はカブトムシ目大きコムシ科に分類されるカブトムシ。長大円形の虫で全体が黒いが全肢の前端と後端の近くにそれぞれ赤い横尾を持つ。体長11から14ミリメートル程度。黒色で上跳ねたいもんはシンク色で完全に無毛であり天国は他の種類よりも密である。複眼は小さくと湿度は弱い。 前側のまぶは強く角張って突起し両目の間の距離は広い。触角第三節は前後の節よりわずかに長い。幼虫は頭部中央に黒い門が一つあることと体の左右にある突起が長いことで他の種類と見分けることができる。なお本種は標本にすると変色する場合があるので注意が必要である。本州、四国、九州、北海道、薬島。 津島、朝鮮半島、チェジュ島、中国、シュベリアに分布し主に丘陵地に生息する。近縁の姫帯大きの小虫や宮山帯大きの小虫に比べて稀で局所的なため、以前は津島や奈良県春日山以外ではあまり報告がなかった。しかし近年は他県でも記録が相次いだ。成虫は6月から9月に活動し猿の腰掛け下のキノコの傘を食する。また、 樹皮のもとに隠れていることが多い。樹液に来ないとされているが10日には集まる。成虫はキノコの上で交尾散乱する。卵は約10日間で孵化する。幼虫はキノコを食べ成熟すると樹皮のもとや土中に潜り幼化する。この間の期間は短い。本種は野外で幼虫とともに猿の腰掛け下のキノコを取ってきて腐らせないように管理すれば飼育することができる。 一般にはあまり見かけることは少ないが愛好家や研究者の中では貴重で綺麗なため人気がある。ありがとうございます。